ノバは株式会社ノバが運営する外国語教室のブランド名。全国に280教室を展開している。株式会社による運営で学校教育法で定める学校ではない。本校では2013年12月以降における運営会社である株式会社ノバについても記述する。ブランドスローガンはやっぱりノバ駅前留学。 2007年10月まで株式会社の場によって運営されていたが、同社の経営破綻で株式会社 G、コミュニケーション参加の株式会社 G エデュケーションへ事業譲とされ、G コムノバのブランドが用いられていた。2010年10月、G コミュニケーションが保有株式の2、3を売却し、筆頭株主が、 同社創業者である、稲吉正樹が代表を務める稲吉、キャピタルパートナーズ株式会社へ変更され、GCOM ノバから、再び、ノバのブランド名に戻された。2011年、株式会社 G エデュケーションが、自分未来ホールディングス株式会社に社名を変更、親会社であった稲吉、キャピタルパートナーズ株式会社と合併し、現在は、ノバホールディングス株式会社に、 社名変更。運営は2013年12月に株式会社の場へ移管され、2018年5月には一部の教室の運営が新たに設立された、株式会社の場東日本と株式会社の場西日本に移管された。教室の多くが駅前にあることから、駅前留学というキャッチコピーを用いている。英語以外にもフランス語、ドイツ語、スペイン語、 イタリア語、中国語、韓国語、ポルトガル語の発言語と、日本在住の外国人に向けた日本語、計9言語のレッスンを提供している。教室だけでなく、自宅で、テレビ電話を使いながら勉強できるシステムや、子供へ会話、ノバキッズもある。すべてのレッスンを母語話者の講師が担当することを、特徴としている。現在は全国どこのノバでもレッスンを受けることができる。 どこでも留学のキャッチコピーも浸透しており、その利便性の良さも特徴の一つとしてしばしば登場している。1990年代初頭、ノーバーと称するほがらかなおばあさんが様々なシーンでノープロブレム、IAM ノバと言い放つ CM と、駅前留学というキャッチコピーで一躍脚光を浴び、企業の知名度を上げたことで知られる。また、当時、 外国人を講師に起用したり、最大3人までの少人数レッスン、前払いながら大量チケット購入による低料金も、業界では珍しく、英会話業界の風雲児的存在となり、業界トップに躍り出た。1990年代中盤には、鈴木さんと呼ばれるサラリーマンが様々なシーンで、相手が見知らぬ、日本人であるにもかかわらず、 片言の英語をほがらかに堂々と使用したり、七つの、子を口ずさみながら退勤する場面で会社を出ると、同時に歌詞が英訳に変わる CM が話題となった。2000年代になると、口述のノバウサギが、イメージキャラクターとなり、2003年 CM 好感度2位となるなど躍進した。ノバホールディングス株式会社運営以降、月謝制を主としている。 自分自身でレッスンを予約して、レッスンを受ける。予約制と、決まった、曜日、時間で受ける、固定制のコースがある。予約制は、月謝制と、一括前払い制があり、レッスンポイントを使って、レッスンを予約する。月謝制は、グループ週1回週3回と、マンツーマン週1回、週3回、一括前払い制は50から500ポイントから、選択できる。 レッスンはグループレッスンとマンツーマンレッスンを希望によって選択できる。グループレッスンは少人数制で2013年4月より最大5名までから4名までに変更された。2011年6月には新しくが使い費テキストレンタル代消費税が含まれた1万円ポッキリ留学2万円マンツーマン留学がスタートした。これは月謝制。 曜日、時間固定性コースとなっている。2013年4月より、メインテキストが、初代の場から使用していた、ディプロマットより変更。これに伴い、レベルもレベル5から9の5段階に変更された。ディプロマットではターゲットを、場面別に設定していたが、新テキストでは日本語の解説を交えながら、習得するターゲットや、文法のテーマをより明確にしている。 各レベルのユニット数も200ユニットに増加された。授業とは別に、ボイスというルームがある。様々なレベルの生徒が、講師陣と話をする場となる。授業とは別なため、この、ボイスに参加する人は、初代の場時代は別途ボイスチケットを購入する、必要があったが、現在は1レッスン分のポイントの消費で、1日中、その教室のオープン時間中は、 時間無制限で参加でき出入りも自由。全国どこの教室のボイスにでも参加が可能である。中には、初心者向け、ボイスや、人事移動、退職等でその教室を去る講師の送別会も兼ねた、S バイ,バイボイスなるものを開催したり、フランス語、ドイツ語、中国語のボイスを開講しているところもある。さらに、月替わりでのイベントボイスを実施しているところもある。 イベントボイスの日程、開催場所等は、ホームページから確認することができる。レベルを上げるために、ボイスに参加する人も少なくない。3歳から小学生の子供向けレッスン。通年で、曜日時間固定制。週に1から2回まで、受講回数を選ぶことができる。大人、子供療法開講している校舎もあるが、中には、ノバジュニアのレッスンがない校舎。 ノバジュニアのみの校舎も存在する。各クラスに人数制限があり、年齢とレベル別でクラス編成されている。3歳から中学生に上がるまで、ノバジュニアに通うことが可能。3ヶ月に1回、レベルアップコンテストを開催しており、これに合格すると一つ上のクラスに上がることができる。テレビ電話システム。 銀河ネット電話を使用し、自宅で24時間レッスンが可能。テレビ電話は家庭のみならず、ノバの各教室にも置いてあり、英語以外の語学を受講する人や弱点強化レッスンなどを受講している人が利用している。ただし、教室で使用するには、マルチメディア施設利用料が必要となる。初代ノバ時代は春、GW、夏。 冬に、ノバと提携している大学の語学学校の授業を短期留学の名目で圧戦を、ノバアカデミーが行っていた。現在は、ハワイケアンズバリに新たに、ノバの海外校を開校。短期留学プログラムをスタートさせている。独語、仏語、囲語、生語、中国語、韓国語、ポルトガル語のレッスンが、英語と同じポイントで受講可能である。独語、仏語、 中国語、韓国語は一部校舎で対面レッスンを実施している。他の言語は、銀河ネット電話と呼ばれるテレビ電話を使った授業を、各校舎で受講するか、自宅での受講となる。MM レッスンを受講するには、校舎で受講する場合 MM 施設利用料、自宅の場合銀河ネット利用料がかかる。野場東日本に関するカテゴリー、野場西日本に関するカテゴリー、 ありがとうございます。